はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。じゃあ今回はこちらを紹介したいと思います。いやー、今回の商品ね、おじいびっくりしちゃった。セパレードになるの、ね、これ何かっていうと、はい、デスクライトになります。いや、今までありそうでなかったよね、これ脱着式ナムはい、どんなものなのかね、見ていきましょう。はい、便利なディスクライトということで、これね、磁石で取り付けなんだね。マグネットペタンっつってね。で、明かりは無段階調光することができます。そして角度調整することが可能です。で、3種類の色温度、そして目に優しいね、いいことずくめのディスクライトになります。はい、じゃあどんなものなのか見ていきましょう。まずね、ワンタッチボタンで簡単操作ね、もうこれ基本だよね。難しかったらなんか面倒くさいし、ね、で今もうボタン操作っていうかね、出っ張ってると使いにくいよね。ピュッ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 っていう時代だよね。で、例えばもう 5%、40%、70%、100% ね、これ4段階じゃなくて無段階だからね、この100段階で調整することができるということです。そして色温度 LED なんでね、まあブルーが強い、そしてこっちはね、オレンジが強い、そのちょうど中間、この3種類を選ぶことができます。で、この楽々角度調整、ここがね、びっくりしたよね。この45度から135度の間でグリングリン調整することができる。これマグネットだからできるんだろうね、グリングリンね。で、強力マグネットの吸着のため落ちる心配がなく、約45度から35度ぐらいの自由取り付けが可能ですってことで、まあ、そんなに強力なのかどうなのか、マグネットで大丈夫なのってちょっと心配に思うよね。任してちょうだい、もうガンガン検証するからね。はい、で、取り付けは簡単。ベースにある 3M のテープをシールを剥がしてペタッとくっつけて、そこにランプ本体をペタッとくっつけるだけ。本当ね。はい、そしてなんと USB 充電式ね、2000ミリアンペアアワーの超大容量電池が搭載してるから停電になっても心配いらないよってことで、で、だいたい30時間ぐらい使えるそうです。びっくりしちゃうよね。パソコンからも給電ができるし、モバイルバッテリーからも給電できるね。通常コードで給電したから使えばね、バッテリー減らないからね。いや、そういう使い方ができる。いざという時に30時間持ちますよってことなんだね。はい、まあ、製品仕様はね、ご覧の通りとなっております。長さはね、32センチね、そしてこの高さは 3.8 ミリとなっております。重さはね、155グラムってことなんだね。はい、それでは実際にね、オープンボックスを開けてみましょう。じゃあ今回はね、そんなに難しい商品じゃないので、このまま開けちゃおうかなと思っております。はい、パッケージこんな感じね。で、よいしょ。はい、じゃあ中身をね、取り出したいと思います。おお、はい、ケーブルがね、今出てきました。はい、本体で、ここにね、よいしょ。はい、これがマニュアルになるのかな。で、このマニュアルはね、ないです。日本語だ。はい、ちゃんと大丈夫だね。ほら、日本語のマニュアルとなっております。はい、安心してください。ね。まあ、何て書いてあるか、これがねえと分かんねえけど、ね。とりあえず日本語のマニュアルがついておりました。で、USB ケーブル。これもね、ちょいと見てみましょう。ではまあこれぐらいの長さがあればまあ上等だよね。うん、でね、ここは残念だった。タイプ C ではなくてタイプ B っぽいです。これはね、今時ね、もうちょっとこれはね、頑張ってほしかったな。タイプ C にしてほしかったな。2分の1の確率ね、外れちゃうからね。はい、そしてこちらがディスクライト本体になります。よいしょ。おお、これはペロペロがついてないね。はい、そのまんまで、意外とね、軽い軽い軽い。おお、
今パッて触ったらあのもうタッチになったんだねこれね、うん、どこをタッチしたらついたりするのこれね、おじよくわかんないけど、あここだね、ここここ今ここがあったのでここをタッチして、おー、これがこれがこれが両方だね、うん、こうでしょ、こうよーく見るとわかる、これが青っぽい白いのだけで、これが赤だけで、でこれが両方なんだね、まあ、ちょっとわかりにくいかもしれないけども、でこれ明るさ調整はこれ直感的にあれなのかな、ここではないよね、明るさは、あもしかして長押しだ、あーなるほどね、でもう一回長押しすると明るくなった、あなるほどね、なるほど、であの色温度を変えたら長押しするとゆっくりこうなって、はいまた長押しすると、はいね、でこれ両方で長押しすると暗くなって、でもう一回長押しするとはい明るくなるよっていうね、まあライトでまあ大体操作これぐらいだよね、直感で使えたぜ、ね、はい、でこれが 3M のテープでマグネットああ、まあこれで落ちないんだね、これこう下にあった方が便利かな、こうこうどこにでもつけられるってことだよね、要は結局ね、だディスクライトだからまあこういうところにつけて角度調整ができるってことだよね、ちょっとじゃあここにつけてみる、ちょっとあのマグネットを持っていねえような気もするけど、ほほほほほじゃあちょっとやってみようか、せっかくだからね、よし、うん、まあ両面テープはまたあのいくらでもよいしょ手に入るからね、はい、じゃあ実際に試してみたいと思います、ちょ待ってよ、大体の位置合わせ、まあこれちょっと取った状態でいいか、ここがねほらこうなってるんだね、マグネット、じゃあこの強力なやつをこれ取って、でまあ大体ここら辺に、ピタッとね、くっついた、うん、口だね。で、あ、結構強いね。ここら辺に行くと、もうピタッと、ほら。で、こうやってあの、よいしょ、今両方こうやって電気つけるでしょ。そしたらほら、角度が、そうだね、こうやって向けることができるし、こうして、ああ、自由に、角度調整できるね、うん、じゃあちょっと今ねリモコン持ってきて電気消してみるよ、じゃあちょっと待ってて、はい、これ今ねモニターだけつけてるんだけど、これこうしてね、あのこう手に持ってこうして普通に懐中電灯みたいにこうして持って出かけられるって、これまた便利な話だね、で普通のさ今モニターライトとか流行ってんじゃん、あのここのとここうやって照らして見やすくするやつ、これ角度調整もできるから、ここのところがほらあの手元がどれぐらいまで映ったらいいなっていうのを調整することができるよね。じゃあ例えばこれをね、ちょっと電源を落としてみましょう。はい、こんな感じで、で皆さんに見やすくすると、まあ、ちょっとこんなもんかな。でライトがね、ここだね、タッチがね、タッチがこうなってるので。今例えばこのブルーのやつでこうつけるでしょ、で明るさの強さ加減はおいしょとどこだ、真っ暗闇だ、これなんかね光ってくんねえとね分かんないよね、これ どこをしたらいいのか分かんないこれあのここ欠点だね、光ってくれればいいんだけど光ってくんねえから、これね、ついた状態で、あれ、どこだろうなーって、真っ暗闇だと、ちょっと調整が、わからねえな、これね。これね、笑っちゃうね。で、反対側でも一応マグネットつくんだね、これね。じゃあ、下側にしました。ここら辺かな。どこら辺かな。ここかな。あ、違うな。
ここだ。はい、これぐらいまで、薄ぐらいとこまで来て、で、またもう一回長く押すと、はい、これぐらいまでね、明るくなります。でね、これよーく見ると、ここね、このよーく見ると、ちょっとこれ今明るいから暗くするね。よーく見ると、これ場所がね、ちゃんと書いてあるんだよ。うん、ちょ待ってよ。でもやっぱ分かりにくいな。ちょ待ってよ。よし。ここ、中心のところに見える？見えねえか見えないか。あのね、よーく見ると筋みたいのがあるので、あ、ここのラインかなってね。なんとなく分かる。でもまあ一発でちょっと反応がね、うまくいかねえな、これね。うん、ということで、うん、暗闇だとなかなかちょっと使いにくいかもしれない。ね、正直なところです。まあ慣れだと思う、これね。正直言ってね。はい、いかがでしょうか。こんなわけでね、これ真ん中がどこかがちゃんと分かればね、ここに線があるからここら辺だと思うんだけど、ちょっとでもずれるとね、ダメっぽいんで、あ、ここだね。うん、だこれね、あんまり強く押しすぎると、これポロンってこう、ポロンと落とした人で怖いんで、だからね、こう軽くやるとね、なんか当たるような当たらないような、うん、今日この頃だね。せめてこれね、あの、何かここだよっていう位置、なんかポチってのがあるとか、なんかしてくれると分かるんだけど、これはね、ちょっと暗闇だと光もしないし、ちょっと分かんねえなって感じするね。はい。でも、通常のデスクライトってさ、一回固定しちゃったらもうほら、動かすことできないし、ね、デスクライトをこうパッて外してどっか持っていくこともできないけど、これだったらさ、ちょっと押し入れの中ちょっと探したいとか、天井裏とかね、軒下に潜るっていう時に、これだけのものを持っていけばね、一応明るくていいよね、うん、これはね便利だと思う、ね、はい、そんなわけで、まあ、明るさ調整も自由自在にね、できるので使い方は簡単です、ね、ただここが一発で、あ、ここだってこうできるようになった方がもうちょっと良かったかなって感じはするけど、でもまあアイデア商品だからね。でマグネット使ってる割にはこっち側向きでもつくし、こっち側向きでもしっかりつくので、この辺はいいよね。うん。どうしてつくのかちょっとわからないけど、普通逆にしたらつかないと思うんだけど、つくんだね、これね。どっち向きでもつくんだね。普通そうだか。S と N だとどっち向きでもつくんだか、これって。ね。うん。まあ、これはこれで便利だと思う。今までのモニターライトって、このモニターの上に引っ掛けて、こうして角度調整したからこう映すだけだけど、これだったら結構自由だもんね。これはいいと思うよ。なんかこう夜ね、あんまり明るくしないでこう使ってる時に、あ、ちょっとこの下なんだっけって言った時に、ちょっとパッと取ってね、でパッとこうつけて、で、あー、あった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 、これ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 つって、でまたポンと戻せばいいから、そういう使い方にはいいかもしれないね。で、あと一昔前だと、押し入れライトってあったじゃん。ね。うん。あれ、なかなかちっちゃいのしかないけども、これぐらいの大きいのがあったら便利だね。うん、充電するのは、ここの横です。ほらね、2分の1の確率外したでしょ。はい。で、USB の電源供給。よし、ちょっと。うん、あ、赤く光った。これね、見える？赤く光ってるね、うん。電源供給中は、ちゃんと充電中は赤く光ります。ね、うん、まあ、反応があれだね。100% ではないね。タッチの感度が。これはね、完全に慣れだと思います。で、通常は、こうやって使いながら、パソコンから給電するんだったら、これ後ろにこうしてやっとくってことだね。ね。
まあ、他にこれキッチンで使うのが一番活躍するんじゃないかなと思うよ。キッチンね、キッチンのとこってさ、まあ、固定であると思うけど、いまいち見たらこう角度がね、まあ、ちょっと眩しいとか、もっとこっち見たいとか、こういう場合っていろいろあるじゃん。で、あ、ちょっと上のもあどこかなっていう時にパッと取ってこうしてやるとかね、まあ、想像してみてください。キッチンで使うのが結構活躍すると思うね。まあ、車の中に常備しておいてもいいかもしれないけどもね、うん、このタッチはただ良し悪しだなこれね。はい、それではね、お値段の方を見ていきましょう。はい、これがね高かったら手が出ないでしょね、安心してください。いくよ、せーの、ダーン。あ、そうだ、ここここあのね、この磁気ディスクライトをなんで選ぶのっていうと、3種類の色が選べるよ。だから USB の充電式2000mAh で、結構余裕があるよ。で、両面テープでマグネットだから取り付けが簡単だよ。ネジもいらないよ。で、あの角度調整がね自由にできますよ。で、取り付け簡単、コンパクトサイズ、目に優しい、省エネ、いかなる場合でも使用可能、制限がありませんよ、どこでも自由に持ち上げるというね、まあ、こういうメリットがありますよということはね。はい、行きましょう。お値段の方はこれね、2299円のところ1999円300円オフとなっております。で、今ここにクーポンコードがあるので、この1999円がさらに 5% 安くなります。おそらく2299円の 5% が安くなるものと思います。で、プライムに登録するとさらに200円割引ということで、はい、プライム会員の方は1799円、500円オフとなっております。さらにここから 5% 安くなります、ね。これがね、10月の15日までっていうといつまでなんだろう、今日14日だから明日までなんだけど、多分ここら辺はねいつも出たり消えたりしてると思うよ、ぶっちゃけね。はい、そんなわけで、まあ、2000を切ったお値段で、こういったものが今手に入る時代になったんで、とっても便利だなと思うよね。まあ、変にアームにくっついてるよりも、このセパレートタイプって意外と使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、何度も言うけど、ここのタッチの部分は目印が何もないので、ここちょっといまいちだなと思ったけど、まあ、値段からしてみたら、まあ、許容範囲ではないかなと思います。はい、そんなわけでね、あと何か聞きたいことがあったら、おじい、とりあえずここら辺に置いとくので、分かんないことがあったらできる限りお答えしたなと思っております。あとは Amazon で直接詳しい内容をねご覧になってみてください。そんなわけで、最後までご視聴いただきありがとうございましたね。こういう時代なんだね、参考にしてください。またね、バイバーイ。